時刻は5時10分を回りました。 FM コザ、FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。この時間からは FM ギノワンのスタジオに場所が移りまして、ギノワンスタイルというコーナーをお届けしていきます。今日はツイキャスでなんかコメントがたくさん来ておりますね。高坊さん、こんにちは。夕方から冷えてきましたということで、沖縄大好きさん、そして埼玉の郷さん、いっくんさん、カープボーイさんもありがとうございます。あ、カープボーイさん、なぜゲスト、あ、そっか、ゲストが誰かをもうご存知なカープボーイさんからも今コメントが来ておりますが、じゃあ最初に自己紹介していただきましょうか。よろしくお願いします。あ、はい、こんにちは。住まいコンサルタントの前見咲子です。毎週月曜日1時半からを FM ギノワンで、はいはい、ラジオ番組持っております。やっております。やっております。はい、咲子さん、今日は来ていただきました。ありがとうございます。はい、はい、よろしくお願いします。はい、そういえば月曜日の番組でも宣伝しましたね。宣伝してましたっけ。多分最後の最後に、はい、今週のギノワンスタイルでもみたいなことをちらっと言った気がするんですけど、カープボーイさんそれを覚えてくれてたのかもしれないですね。そうなんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、はい、2回目2回。はい、高坊さんからも愛2回目って言ってます。3回でも4回でも5回でも期待っす。そんなさっこさん、今日、はい、このギノワンスタイルにまた出ていただいたのは、なんとビッグなイベントというか、これ講演会っていうんですかね。はい、はい、告知で、はい、がっつり告知で来ました。はい、はい、どんな講演会でしょうか。はい、はい、来週の木曜日、はい、はいですね、に、はい、那覇市の方で講演会を予定しております。那覇市で講演会があるということで、はいはい、なんか結構大きな会場、なんと那覇都の、はい、そうなんですよ。これは大スタジオっていうんですか、大きいスタジオ。はい、那覇都の大スタ、はい、3階の大スタジオっていうところで、はい、やります。はい、どんなお話をちなみにするんでしょうか。はい、今月はですね、はい、ほら出たよ。今月はですね、はい、今月はなんと国土交通省の住生活月間なんですね。はい、うん、はい、住生活をより良く豊かにというのを、はいはい、テーマに全国でその住まいについてですね、うんうん、はい、既存の、はい、住まいの、まあ、改修工事だったりリノベーションだったりとか、うん、そういうのを全国で勉強会を、はい、やったりセミナーやったりって、はい、イベントやってるんですね。はい、でその中で那覇市も、うんうん、はい、開催してまして、はい、その講演会に呼ばれたっていう感じです、今回。はいはい、でテーマがですね、はい、テーマのこと聞きました今。テーマのこと聞いてないです。まだ聞いてないです。テーマはズバリ何でしょうか。はい、テーマはですね、おうち時間をもっと楽しく快適に、あなたにぴったりの快適で心地よい住まいを作るためのコツ2つ。お、はい、です、はい、まさにあれですね、はい、このいつもさこさんの番組、月曜日の番組でも、はい、この住みやすくと か、 なんか暮らしやすい、はい、居心地のいいお部屋みたいな話をよくするじゃないですか。はいはい、それにちょっとなんて言うんですか、そうですそうです、同じようなぴったりなお話を今回。そうなんですよ、はい、今回、まさに私タイムス住宅新聞で、はい、毎週第3金曜日にコラム、はいはい、出してるんですけれども、ね、はい、その担当の方が町並み整備課の担当の方がですね、はい、この企画を、うんうん、イベントを企画した、はい、その方がコラムを読んでらして、お、はい、まあそこからのつながりで、はい、今回講演をさせていただくことになりました。はい、なんか聞いた話によると、はい、女性がこの講演会をやるのは今回初めてっていうことで。そうらしいんですよ、はいはい、だいたい7回ぐらいやってるみたいで、うんうんうん、でコロナの時にはちょっとできなくて、うん、間があるんですけれども、はい、その、うん、全員男性で、うんうん、今回私が初めて女性だそうです。はい、一応女性です。一応女性、はい、女性です。すごいですね。でもなんかこのやっぱり男性が話す話ももちろん、ね、このすごいいいかもしれないですけど、なんか女性が
はい、女性の感覚でっていうんですか、話すとそうです、ね、なんかよりなんていうのかな、はい、なんか私的には、はい、身近に感じやすい、分かりやすい、ありがとうございます、するんじゃないかなって思うんですよね。そうですね、うん、私も、まあ、ママとしての経験だって、うん、自分の経験を踏まえて、はい、まあ、これでも主婦なので、はい、これでも女性、これでも主婦、これでもお母さんなので、はい、はい、なので、はい、そういった経験も踏まえながらの、うん、この住まい作りっていうのもお話できたらいいかなと思ってます、はい、でもまあメインはこうコツ2つなので、はい、どうやったらもう男性女性関係なしに自分にとって本当に快適な空間っていうのが作れるのかっていうのをコツをお話ししようかなっていう感じですね、はい、あ、はい、なんか皆さんコメントたくさん来ておりますが、ます、はい、高坊さんからも、はい、公園おめでとう、快適な住まい、ありがとうございます、ヒャッホーって私震えてますけどそうなんですよ、もうすでになんか緊張して脇汗かいてるんですよ、はい、ね、すごい、はい、今回、まあ、大きな会場で、はい、しかももうちょっといろんな人がそうなんですね、もうはい、既に来てくれる、そうなんですよ、いろんな方が目にこのチラシを、この広告、はい、告知を目にしてですね、うん、行くねみたいな感じで言われてて、はい、はい、ちょっと緊張しております、うん、だいぶ、はい、皆さん応援も兼ねてぜひこの講演会行ってほしいんですが、はい、10月の27日、はい、木曜日、はい、これ申し込みが必要ということで、そうですね、今回なんと料金は無料らしいんですが、そうですね、はい、お申し込みが必要らしくて、はい、お申し込みの方法っていうのはどちらから行けますか、はい、何箇所かありまして、はい、パターンが、まず那覇市の市役所のホームページから、はい、はい、あの飛んでですね、はい、那覇市、那覇市住生活月間の、はい、はい、サイトができてると思います。サイトがあるんですね。サイトというかこのお知らせがあると思いますので、はい、そこから飛んでいただくっていうパターンと、はい、あと私のホームページにも、はい、申し込みフォームがこの那覇市のサイトに飛ぶように行くようになってますので、はい、イエリエという、はいはい、サイト、はい、ページを検索していただいて、私の笑顔が、はい、見えたら見えたら、はい、それをそこからクリック、はい、お願いしますいいです、はいはい、あとはありますか。あとはですね、はい、今週金曜日に私のこの毎月出しているコラムが掲載されますので、はい、ちょうど今週ですね。そうなんですよ、そこの方でも申し込みフォームの QR コード、はいはい、載せてますので、そちらからもぜひぜひ皆さん申し込みよろしくお願いします、はいはい、あ、そうです、高坊さん笑顔をクリックよろしくお願いします , , 笑顔を見つけたらすぐにクリックですね、お申し込みよろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、東京から見守りますねということで、はい、今回、まあ、残念なことにあの配信はないということで、そうですね、うん、なんか皆さん知り合いから YouTube 配信できるって言われたんですけど、はい、うん、しねーよっていうできねえよってまあどこかでまた聞ける機会があれば、はい、そうですね、ぜひぜひ県外の方は聞いていただければと、はいはい、そうですね、ありがとうございます。番組をぜひ、はいはい、月曜日の番組聞いていただければと思います、はい、しねえよ、あ、すいません、できないんですよ、そうなんですよ、私のこの講演会じゃそうですね、呼ばれたってちょっとできなくて、ちょっとどうにもね、申し訳ないです、はい、申し訳ない、カブオイさんもここの、はい、ここの番組でさきこちゃんしか知らないから、そういうところちゃんとしてちょっとそう、ちょっと心配されてる。もう気になる方はぜひ、まあ、今週のこのタイムスのコラムもぜひすごいためになる内容だと思いますので、はい、それも見ていただき、ね、はい、また来週以降の、はい、毎週月曜日のヘアカツの番組も、はい、そうですね、ヘアカツの、はい、ぜひ、はい、さこさんのいろいろが分かると思います。そうですね、はい、私の、はい、いろいろがこうキリッとした、はい、イケてる部分もたくさんぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで今日はありがとうございました、はい、はい、ありがとうございました。皆さんありがとうございます。沖縄大好きさんからも温かい
本当ですよね。ぜひぜひ、でも沖縄に、ね、いらっしゃる方は、ね、ぜひ行ってみてください。10月27日じゃあありがとうございます。ありがとうございました。